えー、大学生二十歳でコンビニでアルバイトをしております。理不尽に切れてくるお客さんで、捨てゼルフィーに名前を覚えたからなと言ってくる人がよくいます。本社に連絡するだけだと思いますが、私にマイナスすることはあるでしょうかありません。また本社に連絡する以外に名前を覚える意味あるんでしょうかえっと、名前を覚えたからなっていうと、ビビる人がいると思ってるからやってるんですよ。なので、残念ながら、あの、ハゲマントさん500円払って僕に相談してる時点で、その、どうでもいい理不尽に切れてくるお客さんの十注にはまってます。 なので、その、相手はその、ハゲマントさんが不安になるようなセリフを言いたいっていうので言って、不安になってしまったので、そこはもうやられてます。なので、あの、次回からは、あの、名前覚えたからなって言われたら、あ、鈴木です鈴木です覚えてください鈴木ですっていうので、今度はあの、鈴木を押し,してみてください。鈴木かどうかわかんないけどね <laughs>。ていうので、要は、相手は嫌がらせをしてきてる以上は、その嫌がらせが無効ですよっていうのをやると、相手が困るので、あの、嫌がらせを押し,してみてください。